大竹しのぶ、目黒蓮主演、海の始まり、で2年ぶりに月9ドラマ出演、誠実に演じていきたい。スノーマン、目黒蓮が主演を務める7月期月9ドラマ、海の始まり、毎週月曜夜9時から9時54分、フジテレビ系に、大竹しのぶの出演が決定した。親子の愛を通して描かれる、家族の物語主人公、月岡夏目黒は大学時代、ふとしたきっかけで付き合うようになった同級生、南雲水希、南雲瑞希、有村架純、と幸せな日々を送っていた。しかし、就職活動を迎えようとしていたある日、突然彼女から別れを切り出され、そのまま二人は別れることに。それから7年が経ち、新しい人生を歩んでいた夏だったが、大学時代の友人からの連絡で、瑞希が亡くなったことを知る。別れを告げられて以来一度も会うことがなかったこともあり、その事実に実感が湧かないまま葬式へと向かった夏は、そこで海、泉谷星奈という名の幼い女の子と出会う。